はいどうもこんにちは、リュウボンです。ゴッドイーター2続きやっていきます。やばいっす。もうこのゲームね、俺めちゃくちゃハマっちゃって、でね、まあ、当然ね、プレイステーションビーター TV でやってるけど、もう当然もう家までね我慢できないんで、プレイステーションビーターでもやってるわけね。で、会社とかね、まあ行くときに、プレイステーションビーターでやってるわけなんだけど、当然さ、この実況やってるわけだから、このね新しい任務が発行されても、もうそっちやらないわけね。やっぱストーリーをさ、ストーリー進んじゃったらね、実況の方置いてくるようになっちゃうから、だからこの古い方のこの任務をね延々とやりまくってるっていうね。だからね、もう本当に早くね、どん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 先に進みたいんだよね。やばい、超楽しいわ。で、特に今もう武器がすごい強く、まあ改造できるところまではねすごく強くしてあるので、ちょっと待ってね、してあるので、だから、まあ、ちょっと敵もね、ぶっちゃけ弱くてさ、はい、混合は確か、ゴリラだったよな、混合と大型エール、打天守が侵入、これを速やかに飛ばし、気づかれないよう確保撃破、なるほど、もう無理だな。多分混戦になる前提って感じだな。で、今俺ね、ちょっとね、あれだ、武器変えないといけない。ちょっとね、試したくて、スナイパーでやってたんだけど、あんま俺の性分にはあんまり合ってないような気がする。俺はね、ショットガン、おっと、うるさそうだけど、気づかれないようにってのにショットガン選んでる時点でもうやる気ねえよな。よし、行くぞ。任務開始。よし、まずあいつらを。ちなみに、コメントでね、スピアいいよっておすすめしてくれる人がいたので、スピアやってみたんだけど、なかなか良くてさ、これがやばい。俺これね、スピアがなんかすごく好きだわ。そこ、オッケー。こんなそっち行くと猿がいるんじゃないか。ブラッド1、まもなくバーストが解除されます。やめ見つかったけど、くるくる、いった。そっか、あの猿なんか爆発やってくんだよな。まあ相手によ、ゴリラのくせによ、ゴリラのくせに魔法なんか使うんじゃねえよ。おっ、あ、結構射程シビアなんだね、この捕食の。 OK、 いただきます。ん、待て、よし、うわ、あれ、ん、あれできてる思いっきり死に方に当たってっけど、よしよし、とりあえず打ち込みまくって、弾切れだ。そしてもうとにかく割れた。オッケー、いないよな敵。オッケー、あ、俺も食べる。いただきます。肩並べば、肩何でもない。逃げんなよ。よし、ここだったら戦えるな。おらボケ、こら見たか、おほ、暗いボケ。炎、気持ちいいわマジ。ショットガン最高だよ本当に。あー、今のところ拾えばよかったけど、まあいいわ。猿がなかなかもう一匹いないな。ボケ、こら、はい、死んだ。超弱い。あれ、よし、
帰還準備に入る。ちょっと待って、もう一匹いいんじゃないの。皆さん、警戒は怠らないでください。私たちってすごい？まるでピクニックだ。ちょっと待って。毎回この調子でお願いします。うん、今後は長官が、あ、そういうことね。わかった。はい。勘違いしてた。あの、今後が2匹いて、で、耳がいいから、気をつけてねっていう内容だと思ったら、別に、ね、こんなのあったじゃんね、今までも。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。コーヒー飲めた。まあ、この辺はいいか。そうそう、結構ね、あの、ブラッドアーツもそこそこ成長してるんだよ。そこそこね。あ、そうだ、あとで、あの、ブラッドアーツの、あれもしないとね、一人前の人気使い。ありがとう。副隊長、お忙しい中、お呼び立てしてすみません。うん、何の用だ？ですが、どうしてもお伝えしたいことがあるんです。何でしょう？ブラッドはみんな、正直、私が考えていた以上の高い汎用性と戦闘能力を兼ね備えた部隊です。さらに驚いたのは、決して戦術理解度が高いわけでもなく、規律正しく連携しているわけでもない点です。うん、なんかけなされてる感がするけど。私の理解をはるかに超えて、ブラッドというチームは高度に有機的に機能している。それはおそらく、うん、副隊長、きっとあなたがみんなをつないでいるからなんです。そこまでの人間ドラマはまだ描かれてないと思うんだけどね。私は戸惑っています。正直、今まで蓄積してきたものを全て否定されている気分です。あ、誤解しないでください。嫌な気持ちではないんです。それどころか、なんというか、どう説明すればいいのか、少々お待ちください。真面目だな。折り入ってお願いがあります。私と友達になってください。面白いね。あの、どうでしょう。いいよ、よし、なろう。本当ですか。友達いないんでしょ。だって一人もね、かわいそうだよね。ありがとうございます。憧れていたんです。仲間とか信頼とか命令じゃない、みんなを思いやる関係性を。うん、あ、もう一つぶしつけなお願いがあるんですけど、あなたを呼ぶとき、君って呼んでいいですか？君ってどうなんだそれって。友達かな。ん？どうなんだ。俺はんなんだけど、んでやってみるか。あ、すみません。いきなり君って呼ぶのはいくらなんでも早すぎますよね。そうじゃないんだけどね。君って呼んで。ありがとう。そうだね。変なの。君が私にとっての初めての友達です。本当にありがとう。ん、よろしくな。少しだけみんなと仲良くなる自信がついた気がします。うん、大事なことだ。よし、次行こう。次。俺はね、もう本当に所持金マックス事件がね、本当に俺の中でショックで、もうあの序盤のさ、まあしょうもないステージだったとはいえね、あれショックだった。フライヤーの進路上で荒神の襲撃を受けている民間施設を捕捉しました。ジュリウス7ギルの3名が先行して、はいはいはい、で残る、シエル・ロミオの3名で進路上に確認されている。へえ、少ないんだ、いつもより。いいよ。まあ、今のところね、全部ゴリ押しでいけてるので大丈夫だと思う。オーガテールとドレッドパック、そんだけ不測の事態に備えっていうのがちょっと怖いね。なんかあれか、出てくんじゃないか途中から。すげえのが、怖いのが。行くぞ。よし、
おら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 、ボケ、ほら危ないね、今の。あー、届かなかった。結構あれやね、本当に捕食の射程が本当に際どいので。よっしゃー、ラッキー。耐えた、耐えた、耐えた、耐えた。絶対に中型出てくると思うんだよ俺。つうかマジ早く大型と戦いたいな。待って、俺ね、最初のうちはね、ちょっとやっぱり素材が足んないんでね、なるべく。おい、ちょっと、当たってる？当たってる。やっぱりな。ほら、上がってこいや。あそこだ、反対側。とりあえずこいつをゲットして。まあ、なんつってもどうせあれだろう、ワニとか、もう今まで出てきたタイプだと思うんだな。あ、ちょっと遠回りしちゃったか。想定外だ。こそこそ行っちゃうね。結構ね、このゲーム気づかれない場合があるから、後ろからこそこそ近づける。あれ？でかい。何？ちょっと待ってね。もう目の、これはもう絶対俺拾うから。ちょっと待って、でかっ。よし、お前、おい、おら、おらってね、この野郎。まあダメージも大したことねえな。当たんない、当たんない、そんなの。よし、ではいやー、しょ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 。なるほど、あれは結構当たるんだな。はい、いただきます。なんだろう、シリウェイウェーブか。やべ、なんか、あ、大丈夫か。おいえ、あ、胴体が結界、ちょっとまだごめんね。ヒレも尻尾も一応狙ってみようかな。弱点っぽいな、肉質がちょっと柔らかいぞ。無駄なことを。ああ、すぐ後ろ向くな。尻尾ダメ。ダウン中。よし、当たってんのか。当たってんな。よし、そして拾うぞ。無駄仕切っちゃってんのかな、この俺様が。怖くて。よっしゃー、くそ、尻尾見せろ、尻尾、ケツケツ。俺はな、ケツを狙う男で定評なんだぞ。定評があるんだぞ。ケツ壊れないかな、こんだけやって壊れないって。ちょっとね、壊れないか。だったら頭の上を狙った方がいいかな。こいつはでも変な、あんまかっこよくないね、この荒波。でも体がもうぶっ潰れてるから、ダウンばっかりだな、お前。グボログボロ、かわいい。流出林。暇だ。総員、祈祷準備はいいですか。すごい。服が汚れちまったよ。この調子でお願いします。なんだかあれだったな。ブラッドワン、バースト時間が終了します。次会った時はこのヒレとか狙ってみようかな。うわー、溶けた。ね、よし、じゃあ帰りましょう。すげえ、アニメみたいだね。なんか。すごかった今一瞬。
の二人本当に姉妹なのかな。あんま似てないよな。静かにしろ。一括で受けるからこそ利ざやが取れるんだろうが、そんな弱気でどうする。競合なんぞ潰してしまえ。おっと、この話は後にしよう。タバコを消しなさい。タバコの煙が綺麗だな。ご足労いただき感謝します、グレム局長。お忙しいところ時間を取らせてしまい申し訳ありません。挨拶はいい。とっとと理由を聞かせてもらおう。なぜ最前線の極東地域にこのフライヤーを向かわせるの。こちらはフェンリル本部特別顧問であり、このフライヤーを統括するグレム局長です。相変わらず話を聞かない。少しは君のお姉さんを見習いたまえ。博士だからな。だけどあまり失礼のないようにね。極東支部においてブラッドと人気兵の運用実績が欲しいのです。実績ならこの辺りの荒神だけでも十分だろう。何もあんな荒神の動物園のような場所に行く必要はない。荒神の動物園。人気兵の安定した運用を目指すならもっとさまざまな荒神のデータがないと本部も認めてくれません。しかしだな、極東支部には芦原ユノ様がいます。本部に対しても発言力のある彼女への助力なら決して無駄な投資にはならないかと。確かにな。ラゲル、人気兵とブラッド、どちらも本当に損害を出さずに済むんだろうな。ええ、信頼を裏切ることはありませんわ。よし、わかった。後で稟議書を提出しておいてくれ。レア君だけ残りたまえ。あとは下がっていいぞ。では。ラケルは謎が多いな。こいつなんだ。おい、お前も下がっていいぞ。人気兵の無人運用の件は後だ。後、いいから早く行け。悪者っぽいな。ありがとうございました。でもあまり私の可愛い妹をいじめないでくださいね。イラついていたところにお嬢さんのわがままでムキになってしまっただけだ。ならいいんですけど。また何か不都合なことでも。ああ、どういう関係だ。人気兵の人工筋肉に関してうちが一括受注する件、あれについて本部から横やりが入り始めてな。まだ一括受注にこだわってらっしゃるのですか。お金儲けもほどほどになさっては。何を言う。多額の投資をするなら確実に回収できる目処を立ててからでないと。どうやらもう少し綿密な打ち合わせが必要そうです。どういう関係だお前ら。同感だ。なんだなんだ。あれ、これあれだな。ちょっと待って、一回カットしよう。オープニングのさ、アニメでさ、俺まあ今回の実況ではアニメの方上げてないけど、ちょっと著作権系の問題で。まあね、それいいんだけど。アニメのね、ワンカットで、なんかね、すごいベロをドゥエーって出して怖いお姉さんがいた気がするけど、あれはもしかしてレアだったのか。ってことは、あの表情から察するに、どう見ても悪者なんだけど、レアが。
謎が多いな。でね、よし。で、今回はちょっと時間的に、これで終わりにしたいと思います。次回は、なんだろうな？次回は運行再開。グラトス任務の遂行。うん。新しい任務が発行されているので、次回はこれだな。役者。うん。役者。もう役者の戦闘団何回もやったんだけどね。古い方の任務ならね。次回はこれをやっていきます。はい。それではね、最後までご視聴ありがとうございました。またなー。